皆さんこんにちは、ボンドチャンネルズッチーパフォーマンスです。今回の動画の車はこちら、アウディ RS7 でございます。こちらを使って今回ちょっとかっこよく車をしようかと思います。まもなくボンドボディがラッピングとあとコーティングの部署がちょっと建物裏手にできるわけなんですけれども、ちょっとそれに合わせてせっかくなんでラッピングの技術を皆さんに見てもらおうと思いまして、こちらをご用意しました。というわけで今回この車をベースにちょっとラッピングでかっこよくして動画でご紹介しようと思います。ただラッピングといっても丸々色を変えちゃうと違う車になっちゃうんで、まあ、基本的には各部ラッピングで、まあ費用的にはそんなにかけずにすごく車がかっこよくなって、なおかつボンドボディのラッピング技術、あ、かなりちゃんとしてんなっていうのを皆さんに見ていただく、そんな動画にしたいと思います。でまず今回ご紹介させていただくこちらの車、あわよくば完成後皆さんに買っていただけたらいいななんて思ってますんで、まあ、車の紹介からちょっとさせていただくと、車は2014年式、走行距離が2万9000キロのアウディ RS7 スポーツバッグになります。で色がこのガンメタで、もう RS7 なんで、まあ、各部グロスブラックになってたりしてかなりかっこいいんですけれども、やっぱりこうそのまんまだと他の RS7 と一緒なんで、この辺ですかね。まあちょっとその RS7 RS 系の特徴的な部分でもあるこのマットシルバー、これちょっと今回黒にしようかなと、ラッピング でちょっとこの辺造形複雑ですけど、聞いたら晴れそうってことなんで、ちょっとこの辺も黒にして、この辺黒ですね。あとエンブレム、ここはペイントで同色のグロスブラックにしようと思います。あとこっちの RS7 のこれもグロスブラックにしようと思います。で今見たらこの赤い部分ってステッカーなんですね。なので全部グロスブラックで塗って、この赤いステッカー起こし直して、ちょっとこれを元に戻すっていう作戦でいこうかなと思います。で当然商品車ですから非常にコンディションは今回良好でございます。そして回ってきていただくと、これすごくお買い得だしいい車なんですよ。ちょっと皆さんにそこを知っていただきたい。で今回足元これ20インチ入ってますけれども、実はもうカスタマイズ作業が進んでて、本当はこれ21インチ入ってたんですね。で一応それを脱がせて今ペイント中でございます。で今回はちょっとこの仮履きの20インチ、これ履いてるんですけれども、これと同じデザインの21インチを今ペイント中なんで、この後ちょっと見たいと思います。でなんとスペーサーだったり低ダストブレーキパッドだったりローダウン済みの車両でございます。なんでここから先タイヤホイール交換したりして楽しんでいただいてもいいのかなと、そんな感じになっております。であとはフロント同様、窓枠とミラーがこのマットのシルバーなんで、まあ、ちょっとここをガラッとイメージ変えるためにも、マットブラックで、マットブラックじゃなくてサテンブラックでラッピングしていただこうかなと思ってます。で、グロスブラックっていう手もあるんですけど、グロスだとどうしてもこう小傷というか磨き傷みたいなの結構フィルム入っちゃうんで、まあ、それが消えるものなんかもあるみたいなんですけど、一応今回はそれが目立たないサテンでマットにしちゃうとちょっとこう少しチープさも出ちゃうかなっていう感じなんで、まあ、サテンでラッピングしてもらおうと思います。あと後ろも同様にペイントされた、まあ、基本的にアウディなんで前後通しの21インチ、これが装着される予定でございます。であと後ろ、ちょっと後ろは悩んだんですけれども、マフラーの出口に関してはこのまま行こうかなと。でもし完成後ご制約いただけるようであれば、まあ、プラスアルファで塗っていただいてもいいのかなと。だとエンブレムは前に習ってちょっとグロスでボンドボディで塗ってもらおうかなと思ってます。あと細かいところなんですけど、今回これ僕 の趣味思考を入れていいってことなんで、ちょっとこういうステッカー類もちょっといらないかなと。なんでその辺も全部剥がしてちょっとすっきりした車にしたいと思います。であと中せっかくなんで見ていただくと、もう RS7 なんで、まあ、基本的なものは全部フル装備っていう感じで思っていただいていいと思います。生えてくるこのバング80万円ぐらいのオプション、こちらもついてる非常にお買い得車両でございます。こんな車をベースにかっこよくしたいと思います。ただ販売するんでちょっとあんまり費用と人員は避けないんで、今回ちょっとパーツの外しを僕とカメラマンでやりたいと思います。
お前作業しちゃうのかよって思われるかもしれないですけど、僕はこう見えて一応整備士なんで、もともとメカニック7年やってたんで、この後ちょっと外してパーツだけラッピングするスタッフに渡してで帰ろうと思います。で完成までお届けしたいと思います。それじゃあちょっと作業始めたいと思います。それじゃあ早速ちょっとこのバンパー外していきたいと思います。なんかこの2人で作業すると DIY 動画みたいになっちゃってるけど、基本的にはボントのちゃんとスタッフ、はい、DIY じゃございません。で作業の流れとしてはもう1回 S7 で、実は僕プロデュース勝手に作っていいシリーズでやってるんで、まあ基本的には一緒だと思います。若干バンパーの形状なんかも違いますし、バンパーの形状なんかも違うんですけれども、基本的には一緒だと思います。まあこの辺外して、あと下回り外して、あとフェンダーの中かな、多分止まってると思うんで、まあその辺外して、でバンパー外した後にグリルとエンブレムとこの辺を外すっていう流れになると思います。で大切な商品車なんで、まあしっかり養生してこれから作業を進めていきたいと思います。一応今こんな感じでバンパーが外れました。で全くこの参考にならないと思うんですけど、一応こことあとまあ上のこのパネル外して、であとは遠ミリでここから下に止まってる、であとトルクス25でいろいろこの辺とこの辺とこの辺とあと下回り全部止まってる感じです。であとはコネクターが、これいつもこの押すやつついてるんですけど全く効かないんで、まあ足を上げてロック解除して外す感じのコネクタで、あとこっちと、であとヘッドライトウォッシャーのホースが一応ここに引っかかるようになってるんで、組む時も外す時も、まあ、ここだけちょっと注意。であとフロントのカメラかな、はい、フロントのカメラの配線が一応ここと、あとこっち側にも同じようにセンサーの配線があるんで、これも外す必要があります。これも外す必要があります。こんな感じでばらけました。でこっちのバンパー側よく養生して、グリルが、S7 同様トルクスで止まってるんで、これを外して枠を外していきます。これグレーをバックさせて押すと引っ込める。そして僕がメカニックの時にも使ってたこの PB のドライバー20番でひたすら外していくと。トルクスドライバーはこの PB のドライバーが一番使いやすいと思います。異論は認めません。動画企画出演作業編集すべてこなす私を誰か褒めて褒めて。社長が見てます。本当に私は給料にあんまり反映なんでもないです。であと爪でこんな感じで引っかかってる感じなんで、この辺外してくる。あとグリルのこのコーリングって言うんだっけ、コーシルバーリング、コーシルバーリング、このリングもこの爪で引っかかってるだけなんで、この辺も全部外していきます。分解してこの枠を外していこうと思います。で枠はもう全部爪で止まってるだけなんで、一周同じテンションで浮かせながら外していけば外れると思います。でこのリングも同じように爪なんで、ちょっと爪かなりちっちゃいんで、この辺も細心の注意を払って外す感じです。でこれなしでもいいんですけど、まあ、今回はちょっと残そうかな、はい、なんで外していきたいと思います。今ナンバーなしもかっこいいね。
ミクワトロタイヤとかある。ドイツ仕様。あ、そうなんだ。お前知りませんでした。はい、足はやっぱりかっこいいな。そんな感じです。頑張ってここから先走します。なんとか無事摘出いたしました。爪たちも全て無事で、これで塗っていただける状態になりました。こんな感じで3ピース、ベースとリングと、あとこの裏側の蓋的な、はい、こんな感じのパース構成になっております。これで一応大丈夫です。で、あとは枠も全部無事に摘出いたしました。で、よく僕が作業すると、メカに戻りたくなったんでしょって言われるんですけど、全く戻りたくございません。はい、そしてエンブレムも一応こんな感じで、でこれ外して気づいたんですけど、これだけ取れたね、これね。ここは両面みたいで、も一応これも完全再現して元に戻します。というわけで、あとはボートボディの職人さんたちに託したいと思います。いや頑張った。というわけで今作業が終わりました。こんな感じでバンパー外れて、あとは外したパーツをラッピングと塗装、さすがにそれは僕らじゃできないんで、まあ、職人さんに託してやってもらおうと思います。だから塗装に関しては、足付けもやっていくでしょうとかっていう恐ろしいことを言われたんですけれども、このままちょっとすっとぼけて帰りたいと思います。で、続きはまた別の動画でお伝えしたいと思います。ボンドチャンネル、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。